乙女援護作は、消しかきけ満足の他年層。従来、本種は、南千島、北海道、サハリン、オホーツク海沿岸に分布するエゾ縁護作と、混同され、日本国内においては、本州の中部地方以北にも分布されるとされてきたが、本州の東北地方から北陸地方に分布するものは、別種の乙女援護作とされた。これは、スウェーデンの植物学者、 マグノス・ライデンによるもので、エム・ライデンは、戦術のエゾエンゴ作を、C ・アンビグアから、C ・フームリー・フォーリアの亜種に変えたことに加え、本種について、やや変異の多い種で、C ・フームリー・フォーリアと近縁であるが、規模が細くて長い巨や密縁が細長い点などで、区別される、として、新種として、記載命名した。エゾエンゴ作とよく似ている。地下に、休憩の会計がある。 茎は細く、直立して高さは10から23センチメートルになり、輪辺用の脇から茎を出し、稀に茎の下部につく葉の脇から枝を出す。葉は薄く、表面は緑色、裏面はわずかに粉白色を帯びる。2から3回産出服用となり、小葉は前縁化深く前列し、最終列片は通卵ん型で、先は鈍形、または鋭、形になる。は4から5月。 創上過剰ははじめやや密に重なるが、すぐに伸長して3から13個の花をつける。小花柄の規部の筒は長楕円型になり、全縁か、稀に最花が浅列し、先は鋭形、または、鈍型になる。金縁種の山縁五作の筒には死が、または、血国があり区別できる。小花柄は細く、長さ5から12ミリメートル、筒と,と同調、球状に、反曲して、 果実をつける。学編は2個で、卵形から線形になり、長さ1から1.5ミ、mm、リメートル。上側の花びらの虚は長大円形、まっすぐで、基部はやや細く、果敢は青色から青紫色のものが多いが、全体が赤紫色や白色のもの、虚が赤紫色のものなど変異が多い。花はエゾエンゴ作によく似るが、エゾエンゴ作の虚は、 木部が太く、次第に細くなる傾向が強いが、本種の巨は、同種より細長く円筒型になる傾向があり、上側の花びらの長さは12から16ミリメートルになり、密線も細長い。下側の花びらは、長さ10から12ミリメートルになり、明確に突出する消去があり、その木部には通常、小さな爪がある。果実は、果てで、長さ20から25ミリメートル、 幅2ミリメートルになる線形で、種子は約10個ある。なお、福原達人は、エゾエンゴ作との区別点や分布はなお検討を要する、としている。春先に花を咲かせ、落葉紅葉樹林の若葉が広がる頃には、地上部は枯れてなくなり、その後は翌春まで、地中の地下系で過ごすスプリングエフェメラルの一種。日本の本州の北部地方、中部地方に分布する。 ありがとうございます。